こんにちは、疲れた犬でーす。9月20日、祝日なのに仕事をしていたのですが、全く集中できなかったんですよ。でも、その後ちょっと解決というかですね、いろいろわかりまして、その時の話をしようと思います。9月も3分の2が過ぎて下旬。今年もあと3ヶ月ぐらいなのかなとか思いながら、相も変わらず祝日に仕事などをしていまして、まあ9月後半詰まってるとか言われてたから、今仕事進めておかないとなとか思ってたんですけど、でその日はコンテを切るということで、いわゆる V コンテを作るためにとりあえず声を取って並べたりなんかしていたんですよ。でその作業はだいたい2時間もあれば終わるはずだったんですけど、夕方の4時ぐらいまでかかっちゃったんですね。朝の10時ぐらいから始めて、って思って、いくらなんでも集中できてなさすぎだろうと内心焦ったんですけど、とうとう僕もダメになったのかな、ちょっとやべえなとか、後ろを見ると朝に回してた洗濯物も放置してて、もうこれ以上やってもしょうがないし、もう余裕はスケジュール的にはあるし、いっかってことで、とりあえず目の前のものを片付けようと思ってですね、コインランドリーに乾燥させに行ったんですけど、でこれまでほぼ毎日仕事と配信両方ともやっていたんですけど、もう今日はもうやめておこうって思って、その日はその時点でやる気がなくなっちゃったんですね。でそれから4時間ぐらい時間ができて、何をやろうかとか思いまして、でコインランドリーから帰ってきて、最近ネットフリで死ぬほどカイジのアニメをおすすめされていまして、まあせっかくだし漫画の方を買って読んでみるかって思って、Amazon の Kindle で、まあ最新刊まで読んでみたんですよ。でまあ読み進めてたんですけど、そしたら本当マジで面白いんですよ、カイジめちゃくちゃカイジ面白くって、賭博打点6から読み始めて、まあワンポーカー編とか24億脱出編とかあるんですけど、全部やっぱ面白いんです。黒崎ジエンも本当いい人だったなって思って、で読み終わって面白かったってなったんですけど、で時計を見たら23時ぐらいで、おーこんな時間まで読みましたかって思って、その後に急に体に存在しないと思っていた疲労をですね、急に自覚し始めて、本当に急だったんですけど、それでもしかして、セイコン突き外れてたのかな僕って気づいたんですよ。で、これで、なんで僕が、セイコン突き果てていることに自分で気づかなかったのか考えていたんですけど、ここ3ヶ月ぐらい、ずっと、休みの日はあったとはいえ、起きる、仕事をするパソコンの前に座る、合間に家事をする、放送する、寝る、みたいな生活サイクルをしてて、今思うと、本当にサイクルが全て完璧だったんですよ。で、いつも同じことをすればいいだけだから、もしかすると疲れててもなんとなくできてしまってて、自分の体の状態が、わからなくなってたっていうか、まあ、麻痺してたとか、そういうことなんじゃないかって思うんですね。坂道を転がってるリンゴって、嫌応なしに傷がつきながら転がっていくじゃないですか。僕も、そんな感じで、この3ヶ月のスケジュールの中、疲れようがなんだろう、嫌応なしに転がっていたんじゃないかなっていう、ちょっと思って。で、そこに、面白い、長編漫画を読むっていう、僕今までこれをやってこなかったんですけど、新しいことを取り入れたら、あれ俺疲れてるじゃんっていうのを気づいたんですよ。新しい経験を途中で取り入れたことによって、なんか一度立ち止まって今の自分の状態に気づけたのかもしれないですね。なんかずっと同じことをやっててうまくいかないとき、新しいことをするのって割と大事なんだなーって思ったっていう、そんな話でした。本当に今後気をつけないといけない、こういうことは。マジで仕事進まなかったから、この前。あれですね。疲れた犬でなく、休んだ犬になることもたまにはいいのかもしれないですね。